豆腐用豆腐用は豆腐を使った沖縄独自の発酵食品である。島豆腐を米麹、紅麹、泡盛りによって発酵、熟成させた発酵食品である。公益国家として栄えていた琉球王朝時代に民から伝えられたフールーが元になったと言われている。中国、台湾のフールーが雑菌の繁殖を抑えるために製造中に塩漬けに、 するのに対し、豆腐用は沖縄で一般的であった泡盛り付けにすることが製法上の大きな違いで豆腐用の風味やテクスチャーに大きく影響する要因ともなっている。中国から伝わった製法をもとにした木工事で発酵させる黄色いものと沖縄で発展した紅工事で発酵させる赤いものがあり、古来より刑事の時の祝い前等の食材の着色に 用いられていた紅麹を使ったものがより高級とされ、琉球王朝時代の上流階級で珍重された。発酵の効果で泡盛と枝ムチーズを合わせたような味わいが特徴。ネリウニに例えられることもある。より熟成が進んだものほど豆腐の味はしなくなる。泡盛と共に共するのが最高の組み合わせと言われているが、ビールや焼酎などともよく合う。栄養価も高く。 琉球王朝時代には、高貴な人々の間で病後の滋養食としても、重宝されたという。タンパク質が多く、胃壁の保護作用がある。また、豆腐用に用いられる紅麹には、コレステロール合成阻害効果があるため、健康食品としての特色もある。豆腐用は、通常冬に製造される。固めの豆腐を切り、陰干しした後に泡盛り、麹と合わせ。 4から5ヶ月ほど熟成して製造される。発酵中に豆腐のタンパク質が分解される。その分解物の中に酵素が存在することが確認されている。いわゆる珍味として扱われることが多く、箸や用紙で少量ずつ、添いで食べるのが良いとされる。落語に登場する腐った豆腐とは別物である。また、中国に豆腐用の元となった豆腐乳と呼ばれる食べ物がある。 ありがとうございます。